はい、こんにちは、コノです。高浅です。なんでお前、何か食ってんだろ。おいおい、これ今回あとパーティー試合ないからって何か食ってんじゃねえぞ。はい、いつもののじゃたさんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってください。はい、待ちます。テイク2です。テイク2ですね。いや、もう私が普通に撮り忘れて撮り忘れてっていうか録画ミスをして、ちょっとテイク2なので若干たどたどしいところもあるかもしれませんが、ご了承ください。あ、地震？え、違う違う、射撃訓練場でなんかニュルって出てきた、なんか音が。は？お前一人でゲームしてるから俺ら二人でリアクションできない。はい、今日はもう私が訓練場で本当散歩してる間にみんなでもう VC しようっていう動画です。はい、どうぞ。で、誰ですか？高浅。あ、高浅です。誰だろう、なんだなんだろう、おつんかな、これ。おつんかもしれん。おつんかもしらん。というわけで今回は高浅066に来ていただきました。はい、はじめまして。はじめまして。え、個人情報どこまで公開してますか？でも、あ、でも聞かれたら何でも答える。あ、本当？のじゃ、どうしよう。じゃあチャットに、このチャットに本名を書いてもらって。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎる。書こうか。いや、書きそう、書きそう。漢字でね、しっかり。書きそう、書きそう。いや、なんか、タコさ066ってさ、無職？無職だったよねっていうか。そうだね、今なんか働いてるイメージちょっとあるけど。うん、9月ぐらい、2ヶ月、撮影日の2ヶ月前ぐらいから働いてる。そうなんだ。その前1年ぐらい無職やってた。あー、なんとなくなんかそういうイメージがあって、なんとなくトーマスくんっぽい空気を感じ取ってた私は、066から。あー、そう、分からん。めっちゃなんとなくだけど。え、いや、まずいくつっすか？今今年24の代、24の代。あれか、社会人世代か。そう、ギリギリ社会人か学生ずるずる続けてるかの代な。あー、ラーバとかラーバとかラーバか。24学生で、まあ、なんか医学部か、なんか相当浪人、なんか留年しかいないだろ普通に。学部で24歳はなかなかや。ちょっとめちゃくちゃまずいですね、ラーバさん。はい。うん、私も卒業23とかだからあんまり人のこと言えないんだけど。あ、まだ大丈夫。まだ大丈夫。あ、今はでも全然働いてるのか。なんか無職で、そっか、うん、あれか、コロナか、普通に。いや普通に辞めたくて辞めた。あ、はいはいはい。やめてやめた。やっぱトーマスくんっぽくない？わかるわかる。やっぱトーマスくんっぽい。え、でもなんか最初、新卒で入社した会社に2年半ぐらいずっといて、ずっとってほどではないけど、2年半働いてて、全然長くない、長くない、全然長くないです。働いてて、で、そこからなんか、突然なんか転職したいなって思い始めて、で、転職してんけど、もうその2社目の会社でなんか2ヶ月ぐらい経った頃に、だからよくよく考えると、俺がやりたかったのは転職じゃなく、ただの退職だなって思ったんで、だから転職じゃ意味ないなって思って、それで一回辞めたっていうのが、無職になったきっかけ。あ、タコ浅だけど、あれだね、ちゃんと50人くらいと適正人材だね。だから、しかもちょうど、無職になったタイミングが、11月1日から無職になって、はいはいはい、で、3ヶ月になったタイミングが、その11月の2週目ぐらいやったから。え、お、クソタイミング。無職期間ちょうど。なんならそれのせいで無職伸びた説ある。いや、てか普通、確かに普通に参加率めっちゃ高いからな、こいつ。もう基本毎日だいたいいる。ああ、タコさいっぱいいるけど、066はマジでいるイメージあるな。うん、タコさ常3、4人いるから。いるよね、なんか多いよね。いなくてもバレへんっていう。あれ、今参加者何人いるんだ、タコさって結局。014、020、059、030、066、893ぐらいかな。で、あとは参加者のサバかけ。だから、もうタコアサは6人、あと原本7人。いや、今さ、原本抜けてたよ。そうだよね。あ、カウントしないのかなと思ってみて。あ、ナチュラルに忘れてた。やばすぎ、やばすぎ。もう原本不憫すぎる。もうあいつあんま来ねえしな、参加型ね。いや、でもお前コピーだろ。なんか大元だろ、あいつ。いや、俺ちゃんとリスペクト持ってるよ。いや、持ってねえ、持ってねえ、持ってねえだろ。したらいいか。いやいやいや、象徴って象徴やから、別にそんな概念的な存在やから、ちょっとカウントし忘れてた。ああ、そっか、確かに、なんか、うん、来ては来なくなるから、忙しいんか知らないけど、タコワサ、ゼロ、原本。もうタコワサって名前で読むのうっとうしいわ、あいつ、原本だな。原本、原本。でもなんか、このタコワサ066って、なんかタコワサの中でも、いや、なんかまあ、みんなだいぶもう字があるけど、最初はなかったけど、なんか一番本人を出してる気がする。中の人。中の人。いや、なんか出てきて普通にびっくりしたのは、あれ、ヒゲさらし選手権。ああね、うん、リアルさらしで普通にクルさんが「はい、タコワサ066」っつってなんかめっちゃ伸びてるヒゲをバンって出してきて「えあれ?」みたいな。ヒゲのインパクトもやばかったけど、タコワサがなんか「いいんだ」みたいな、クルさんが「いいんだ」みたいな。なんかあそこまで振り切ったらもう出すしかないみたいな、多分判断やったんかなってのを思う。いや、確かに、いや、なんか中途半端にちょろちょろ生えてるの送ってたら、うん、何こいつってなってたような気がする。
ヒゲのインパクト強いよな、マジで。ヒゲ、で俺高校生ぐらいの頃から本気出せばあれぐらいになってたと思う。待って、私女だから分かんないんだけど、ヒゲに本気とかあんの？本気で、あの、剃らなかったらってこと。はい、なんか本気で、なんか頑張って伸ばすみたいなさ、力入れてみたいな、できんのかなみたいな。生まれつき、父親もヒゲ濃いから、うん、多分、その遺伝やと思う。うんでしょうね、うん、突然変異はならんよな、ヒゲは。ああそうなんだ。そんな語れる、うん、あなんか何かがあるのか、ヒゲって。そう、まあ、ヒゲさらししたしな。まあなんかタコスってなんか声出し基本ダメなイメージがあるんだけど、基本ね、うん、まあ、おつんとか一旦除くよ。おつんとかは一旦除くんだけど、なんかこうコピーとして完全に入れられた人たちいるやん。 あの人たちってあんまりなんか字が出しちゃダメなのかなって感じあったけど、ヒゲさらしあたりからあもういいのかなと思って、うん、066に、まあ、一回声かけたんだけど、うん、エイペックスが普通にプレイできなくて、そう、開いた瞬間もう全部画面モザイクになってた。それでちょっと今回は、そうそう、まあなんかまあ いやろみたいな。最近ね、怒られたとしてもね、これコノンのチャンネルがコノンのせいにしとけば俺は怒られる。まあ確かに、まあ確かに、まあ確かに脅されて出ましたみたいな。そうそう。え、タコワサをやり始めたのはいつ？去年の5月ぐらい。あれ、タコワサが流行り始めたのっていつだ？うん、わあ、多分その後ぐらいで。その後ぐらいだよね。うん、うん、多分だから俺がタコワサになったタイミングで他でタコワサやってる人おらんかったから。ああ、そうだよね。うんうん、なんとなくネタっていうかノリでやってみようっていう、なんか一発ネタのつもりでやったら、うん、なぜかこんなことになってしまったっていう。え、あのさ、あの、うん、タコワサの最初のマジでコピー軍団でさ、マジで初代じゃん、コピー初代じゃん。なんかわりかし、そうそうそう、最初に3人ぐらい入れられたっけ、誰だっけ、なんかボンボンボンって入れられたイメージがあるんだけど。え、最初参加型入ったの俺と893と、うん、あといなくなった083、うん、え、083、待って、いなくなったのとかいるんだっけ。待って、いや、そうそう、いるでしょ。入ってすぐいなくなったから多分誰も覚えてない。あ、083さんなんていたのか。知らなかったマジか。番号は覚えてなかったけど、なんか消えたんだろうなと思った。消えたのは一人いる。あー、いや、もう全然分かんなかった私。そこがなんか、そもそも、083なんか間違えて入れられたみたいなのもあった最初。あ、そうなんだ。最初、俺と893を入れようみたいなのになってて、うんうん、で893にくんさんが DM 送るときに間違えてその083っていうのに送って、ですね、まあまあ一回いいから入れるかみたいなんで入れてみたけど、うん、なんか裏でキモかったみたいなんで回されてた。あ、めっちゃその間違えたってエピソードくんさんっぽいな。え、066のその番号の意味とかって何かあるの？893はヤクザじゃん、あれ。うん、特に意味はない。え、ないの？ない。なんかみんなこだわり持って識別番号とかってあんのかなって勝手に思ってたんだけど。いやいや、俺さっきも言ったけど、だから300人クラフトで一発ネタで出落ちで、最初ちょっと話題になってすぐバンされてみたいなので考えてたから、うん、あんまり何も深いこと考えず、うん、でマシンっていうならその現行の099の偽物感出すために066っていう、それだけ。あー、よう採用されたな。最初コピー感めっちゃ強かったんだな、じゃあ。うん、最初にやってたからっていうのはあるかもしれない、俺が。もうネタのつもりだったんだ、うん、最初は完全に。多分ね。で、割となんか雑に入れられたし。てか、俺入りたいって言ってないし、そもそも。え？そうなの？言ってないの？言ってないの？配信見てたら突然クリスなんか、なんか、タコワサ入れるかって言って、誰入れるって言って、突然なんか話し出して、で、なんか、インとかヨムシとかが多分ツイッターで俺のことしてたから、066って名前出して、あ、じゃあ入れるかっていうので。あー、インとヨムシの後押しは、そうそうそう、入れるわ、そりゃ。ほんまに適当に入れ合いでだ。あ、多分動画見てる人多分いつ入ったかを知らんと思う。え、気づいたらいるみたいな感じだった。あ、そうなんだ。あ、うん、といろいろちょっと聞きたいことあるんだけど、うん、いや、まず一つ目は、あの、ゲンポンがいないタコワササーバーって、あれってガチで存在してるのかめっちゃ気になってるよね。正確にはゲンポンがいなかったやん。だからちょっと前になんかで入ってんけど、うん、なんか、はい、エイペックスの参加キッズカップみたいなんで、はいはいはい、でそれ用の、ゲンポンと999と014かの3人でそのエイペックス用にサバ作ってて、うん、でそのタイミングでなんかあのモッドクラフトみたいなサバイバルあって、その時たまたまゲンポンマイクラ来てたから、うん、その原本的にはそのサバイバル内で何かやる打ち合わせ用にっていうので、うん、そのエピックス用のサバになんか他のタコワサとかも入れられて、うん、でその時になんか俺が、いや、もうここじゃなくて参加税タコワサで話そうやみたいな言ったら、原本が、いや俺入ってないですみたいになってて、それで、うん、で俺的には普通に入ってると思ってて、うんうん、そう、だから別にハブってる意思もなくて、シンプルになんか誰も招待するの忘れてたってので原本がハブられてる。どう思う、どうしよう。じゃあ、あいつ結構前からずっと俺タコワサでサーバー入ってないけどね、ずっとこっちで言ってたよ。結構ネタでたよって言っとく。俺の耳に届いてなかったから。ああね。
や、まあ確かに原本だってあれだよな、 YouTube の登録者もさ、 Twitter のフォロワーもさ、他のタコワサに今抜かされてるやん。確かそうそう、俺今 Twitter 買ってるからもうなんか存在感はないよ、まあ、あいつ来ねえからな、マイクラなんかあれ好きなんだよね、原本のことを999と勘違いしてるの。999のこと原本と思ってる人も結構いる。いや、なんか結構いるよね。プレミア公開とかのチャット欄たまに見てるけど、その時に999がなんかしたらさすが原本みたいなの書かれてる時最悪かわいそう。原本なんだかんだ優秀だよなってコメントあって、画面見たら999が映ってるっていう。099なんですけどね、本当はね、あれね。099、いや、マジでヤフビンの扱いされ、いや、でもなんか、すごい。いや、でもなんか、俺、割と歩み寄ろうと試みることあるけど、割となんか、原本側からなんか、逆張って、なんか、俺はお前らとは違うぜ感出してくるから。うんうんうん、原本は分かる、そういう感あるよね。マジで逆張りキッズって感じあるよね。俺、別になんか、仲良くしたいと思ってはいる。いや、分かる。のじゃ分かるよね。原本見てる。まあ、ちょっと、まあ、クンキッズ特有の逆張り感あるよね、マジで。そうね、めっちゃ面白いやつなんだけど、ちょっと人見知りなとこもなんか若干あるように見える。話せばクソおもろいんだけどな、まあ、されないだけだと思うけど、うん、逆張りという多分、うん、いや、あとなんかもうキャラ付けが完全に定まっちゃって不憫な扱いみたいな、なんかそれも相まってもうなんかって感じになってるんだと思う、うん、あのタコワさんのさネタあるじゃん、うんうん、あ、なんかもう大喜利のとこもさ後ろに一列びっしり並んだりしてるやん、うん、なんか建築とかもみんなで作ったりするじゃん、うん、いや、あれってさ結構マジでどうやってるの。なんか多分 VC はみんなでしてないよね、だってあれ VC、田辺サバで一緒にしてる人らはおるけど、まあ、全員で VC とかはしてない、ね、そうそうそう、だよね、なんか田辺サバに何人かのタコワサがいるのはなんとなく知ってるんだけど、あれ本当になんか、まあ、そこの田辺サバのなんかタコワサだけで意思疎通図ってなんとかしてみたいな感じなの。まあ、うん、まあ、でも割とその場のノリで空気読んでる感はある。えげつなくね。いや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 、なんか建築大喜利のさタコワサの建築とか普通に意味わかんねえからな、あれ結構すごいことあるよね、うん、明確に一つ取りたいときはその参加税タコワサディスコードでチャットで話してる、うん、すげえな。ほとんどはなんかあのアイコンタクトでやってるアイコンタクト、愛ないけどな。お前ら全員一緒やろ、風貌アイコンタクトも何もちゃんと一つ取れてるから。あとあれ聞きたい、タコワサ内での識別聞きたい。俺はちゃんと明確に区別できてるよ、ね、タコワサ紹介、うん、ちょっと聞きたい。まずね、014は、うん、014は後にしよう。はい、何もないからない、ちょっと、はい、はいはいはい、まあ、999は割とモチベーション高いクソガキーズみたいな感じ、うん、あー、はい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 そうそう、クソガキーズとかあのワンとかラーメンとか中身あんな感じだけど、あ、まあ、割とそうなんだ、モチベーション高いみたいな感じはあるから、はいはいはい、だからたまになんか建築で会場作ったり遊んだりしてるっていう。あ、建築もできる、はいはいはい、うん、確かにモチベーション高い、うん、で893は、うん、まあ、最近の50人クラフト風に言うと、あの陰キャ転生に憧れてる系。あ、わかる、ヤクザって名前だしチャットもなんか結構鋭いこと多いよなあいつ、うん、すげえわかる、うん、意外と多分みんなが思ってるよりは年上。あ、そんな感じする。なんかねクリモン感あるんだよね陰キャ転生に憧れてる感じもあるけど、どちらかというとディーディーの5年後みたいな感じイメージとしてははい、はい、よくねえな。で014は、うん、まあ、014もね多分ね、なんか高校の通知表で言うとなんかオール4みたいな、全部ちょっとだけできるみたいな、うん、あ、でも悪口がどっちが悪。いや、でもオール4ってさ良くない。いや、いい方なのね、うん、悪口にもないけど5もない。逆に個性がなくなってんのか突出するものがないから、うん、でも、まあ、いいように言えば器用貧乏やな、うん、はい、なんか014ね多分ね、ワドとかコータンとその辺と頑張れば仲良くなれるような雰囲気はしてる。裏のなんとなく年齢帯がその辺なのかな、うん、まあそうかな。で他誰いたっけな。まだ3人しか紹介してないぞ。タコワサってもうちょっといたくない、うん、まあ、あと059、あの元ごくつぶしの人。ごくつぶし結構すごいよね。そうそう、あの人は、うん、頭いいしモチベーション高いから、だからあのモッドクラフトとかでもめっちゃいろいろ一人でやってた、うん、あの人なんかもうなんか暇人にいられて何もないみたいな感じだったけど、そうそう、あの人コマンドもできるし、うん、多分プログラミングもできるし、そうなんだ、そう、あの人実はかなり優秀なタコワサだよ。そうそう、ま、本人公開してたか知らんけど、うん、まあまあ高学歴っていう。いや、いや、まあ、でしょうね。なんか長月っぽさ感じるあの人。あ、そうそう、モチベーション高いデポンみたいな。あ、デポンも感じる、うん、デポンモチベーションないみたいな感じデポンモチベーション、まあ、そういうことないけどっていうか、なんかポテンシャル、どっちにしてる悪口なんだけど、ベターってより高い、うん、で030、あのもっとダメージで建築税で入ってこ、うんうんうん、あの俺が一番気にしてるから、ちゃんと。あ、そうなんだ。ちゃんと困ったことないって俺が聞いてる。クソ優しいやん、そうっすよ、まあ、あの
子供やし、なんか無理やりやらされてるからみたいな。そう、でもなんかラムーチョがタコワサにされてから、なんか大喜利けん、うん、なんか建築大喜利とかのタコワサの建築のあれが一気にバッて上がったイメージは結構ある。そう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 、お前の好きなようにやれって言って なんか作ってっていつも言ってる。ちなみに自分は何かある？自分は、うん、俺も多分014と大して変わらんと思う。そうかな、結構チャットがね、うん、うまいイメージあるんだけどな、066なんかね、まあ、年食ってる分もあると思うけど、他の参加勢より、うん、なんかちょっと風花さんはちょっと あれはレベルが違うから言い過ぎだけど、ちょっと風花さん味あるチャットするイメージある。なんかちゃんと教養のあるチャットする、教養ある、ぶってる感はある。まあぶってる。いやでもなんかそ感じはある。やっと多分俺普段 VC とかしてないから、うん、だから全部思ったこと全部ゲーム内に書いてるってだけ。あちゃんと話の通じる人って感じ、マジで。いない、まあ、まあ少ないからな、話通じる人50人からと、うん、まあね。じゃあ最後に原本。原本、うん、俺もうタコワサ紹介終わった気でいた。あいつもうタコワサじゃなくてただの原本になっちゃってる。だめ、原本は原本に。あ、うん、原本は原本。 いいところとかさ紹介してほしいなって。なんか特徴とかがね。まあ原本だね。原本です。知らないんじゃない？もう、そう、知らない、知らない。え、喋った時ある？交流はなーいね。もうかわいそうだわ、あいつ喋れば本当にめっちゃおもろいやつなんだけど、マジでコミカルで、なんか建築は別にできるわけじゃないし、あんまり参加費にも高いわけじゃないし、なんかだからチャットとかで目立つ感じでもないのに、全部他のコピータコワサに全てを奪われてる。あいつ原本マイクラ来てる時、タコワサみんなでなんかやる雰囲気になって、俺原本にもちゃんとお前来いよみたいなアイコンタクトしてるけど、言ってる、アイコンタクト読み取れない。無視される。多分読み取れなかったんじゃないかな、あいつ。いやいや、絶対分かってる。目の前でブン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 ってやってるの、だいたい無視される。いや、まあ原本的にはだって恨んでる可能性あるからね、全然コピーとかさんのこと。いや本当に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 申し訳ないと思ってる。ちゃんと申し訳ない気持ちあるんだ。本当に申し訳ないと思って、こんなことになると思ってなかった。そうだよな、なんかタコワサだって名前も奪われてるもんな、最終的に。あいつだから300人クラフトで一瞬話題になってすぐバンされて忘れられていくぐらいなつもりでいたから、うん、俺は、うんうんうん、それがなんか気づいたら、今多分さっき見たけど、うん、ツイッターのタコワサ今600人いるらしい。希望すぎ。怖すぎ。それ多分それでなんか未だに増えてるらしいから。なんだ、うわ、今マイクラもう全然原本いないから声かけらんないけど、いつかさやりたくね、原本退治。それはもう、それはさ、もう正式に謝罪させてほしい。絶対やりたいよな、じゃあこんな。そう絶対やり、俺もやりたい。どう思ってんだろうな、マジで。あ、でも今あれやから、ツイッターがイーロンマスクに買収されて、なりすまし全員バンされるから。そうだ、タコワサ全滅するから。いやでももう識別番号だから、099なりすましじゃないから、あれはあれで一つの個体だから。タコワサ全滅説出てるから。全滅者クソおもろいな。どちらかというと暇人の方が危ない可能性あるよな。でもそうそう、タコワサ一応番号あるけど、暇人あいつら番号ねえから、軍団。確かに暇人は暇人も同じ、ね、たまにイマジンとかいるけど、あいつらは本当のなりすましだから。面白かったな。いやでもタコワサ06の本人もなんかあんまりタコワサの識別原本がちゃんとついてないの、ちゃんとおもろかったな。いやそもそも来ないし絡みないから、多分知るきっかけがあんまりないって。普通に視聴者でちょっとネオクラとかで見てたぐらいの知識しかない。確かに結構やばかったもんな、初期タコワサエビフライと対峙してた時。エビフライと対決みたいなあったんだけど、あの時わりかし地獄の雰囲気だったから。まあでもか元からそうだったんじゃない。だから増えたからじゃなくて、うん、よくないからいいから。うん、まあそうだ、まあ、元々だと思う。うんうん、まあ来ないし何言っても多分バレねえよ。あだから、まあ、正式な謝罪の場だけまた今度セッティングしてほしい。そう、ちょっと用意できるように。そうちょっと声かけてみるか。原本人気だしな、原本会うちのチャンネルではめちゃめちゃ人気だからな。マジであいつ喋るとクソおもろいから、チャットしねえけどマイクラで。でもタコワサ出たらツイッターにいる600人が拡散してくれるから。あ確かにだから伸びるのかな、タコワサ会って。600再生確定か。確かに066もだって絶対ツイートしてくれるもんな。うん、ツイートしてる。よし、じゃあそんな感じで以上066でした。